ジュリーは何した細かすぎる澤田賢治ネットワードチェックこのコーナーは最新のネット記事から澤田賢治というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございますあまりに細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますがこれをくださいそれでは今回の細かすぎる澤田賢治ワードチェックこれが最高の「紅白歌合戦だ」だ <laughs> こちら12月24日「ニュー w ポストセブ7より読者が選んだ実現したら最高な紅白歌合戦タモリ司会 ということで『週刊ポスト』読者1,060人にアンケートを実施してもし実現したら最高な「紅白歌合戦」はというアンケートを聞いてみた結果なんですけどもまずは白組の司会なんですけども2位の明石家さんまさんを抜いて。 タモリさんがぶっちぎりの1位ということです赤組の司会は吉永小百合さんが1位ということなんですね赤組の出場歌手なんですけども中島みゆきさんに松田聖子さんにユーミンに中森明菜さんに鳥前に千秋奈緒美さんが喝采を歌って最後鳥が山口百恵さんいい日旅立ちということでね最後の2人はレジェンドすぎますよねそして白組ですけども陽水さん長渕さんスマップサザンオールスターズ矢沢栄吉さん そしてこのそ々たる面々を抑えて鳥を務めるのがジュリー・サラダ・ケンさん勝手に仕上がれということでねやっぱ鳥似合いますよねジュリーがね誰も文句言えないというねいや本当にこんな紅白が開催されたら見ちゃいますよねこちらの記事ぜひチェックしてみてください毎日映画コンクールジュリーがノミネートこちら12月21日スポニチアネックスより 毎日映画コンクール石川圭監督のある男が最多の9部門でノミネートということで第77回毎日映画コンクールの各部門のノミネートが発表されまして俳優部門の男優主演賞に「土を喰らう12ヶ月」主演を務めたジュリー・サ田ダンさんがノミネートされておりますその他「土を喰らう12ヶ月」では撮影賞に松根弘孝さん 美術賞に小坂健太郎さん音楽賞に大友義秀さん録音賞に渡辺武彦さんがノミネートされておりますこちらの記事ぜひチェックしてみてくださいヒット曲は元旦発売にありこちら大人のウェブメディアミドルエッジのサイトから12月27日の記事より元旦発売1月1日にリリースされたシングル曲はヒット曲が多いという記事の中でジュリ里澤田健さんの楽曲が、えー、書かれておりますもうファンの方は皆さんわ分かりだと思いますが ただで TOKIO とということでね TOKIO、まあ、は1980年1月1日に発売された、まあ、80年代幕開けの曲だったりいたしますけどもねちなみにこの記事にも書いているんですけどもジュリーは1月1日に発売された曲がもう1曲あるんですけどもまあもうすごいファンの方はすぐピンと来られると思いますけども1973年1月1日に発売された「あなたへの愛」こちらも1月1日 元,旦元日発売なんですよね。TOKIO はオリコンの週刊チャートで8位、年間チャートで39位、あなたへの愛はオリコンの週刊チャートで6位、年間チャートで48位ということで、やはり元日元旦の曲は、まあ、ジュリーだからと思いますけども、ヒットするということでございます。こちらの記事ぜひチェックしてみてください。2023年も、まだまだ土を喰らう。澤田健二さん主演、映画、土を喰らう12ヶ月。残念ながら年内で終了してしまう映画館もございますが、 年末年始からスタートする映画館もございます。前回のジュリーは何したのコーナーでもご紹介しましたが、また新たな上映会館が追加されております。前回ご紹介した映画館も含めまして、改めまして、年末年始上映の映画館をご紹介したいと思います。12月28日の映画、土を喰らう12ヶ月の公式ツイッターより、まずは12月30日金曜日から北海道のシネマアイリス、佐賀のシアターエンヤ、大分のベップブルーバード劇場、 12月31日、大晦日土曜日より、岐阜のシネックス。1月1日、日曜日元日、群馬の前橋シネマハウス。1月2日月曜日、北海道シネマトーラス。神奈川の横浜シネマリン。埼玉の川越スカラザ。1月6日金曜日より、東京のシネマネコ。神奈川の港南大シネサロン。茨城のシネマサンライズ。新潟のガシマシネマ。 京都の京都シネマ京都の福知山シネマそして1月7日土曜日から広島のシネマ尾道こちらの映画館で上映されるということでございます詳しくは各映画の公式サイト等をご覧ください「ジュリーは何した細かすぎる澤田賢治ネットワードチェックでした」当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報さまざまなコーナーを配信しておりますよろしければチャンネル登録 高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シーレモンでした。